聞いていきなよ。最高なんだぜこいつの演奏。そのうち絶対ビッグになるやつ。ルパン三世って世界的に有名な泥棒が塔から宝石を盗んだって話なんだ。みんなはルパン三世って知ってるか？お、やっぱ有名なんだな。みんなも気をつけるんだぞ。って言ってもルパン三世が盗みそうなもんはみんな持ってねえか。ま、俺たちも持ってねえんだけどな。それじゃあみんなゆっくり聞いてってくれ。なるんだぜ。さあみんなで一緒に盛り上がっていくぞ。さっさと飯だ。もうせっかちなんだから。俺にはボタボタしてるからだよ。銭形のとっつぁん、匂うぞ。銭形警部、本当にルパンたちはまだこの町にいるんですかね？いる。ルパンは必ずこの町のどこかにいる。バレてんじゃねえか。相変わらずとっつぁんは鼻が利くね。どうするルパン、この町とおさらばするか？いいえ、ここまで来てあの絶品スパゲティを食わずに帰れるかっつうの。じゃあどうすんだ。そうだな、隠れて様子でも見るか。なんだそれ。すみません、昨夜この近くで宝石が盗まれたのですが、ルパン三世という男をご存知ないですか？こういう顔の男なんですが見かけませんでしたか？見てないですかね。そうですか、こちらは差し上げますので、もしルパン三世を見かけたらご一報お願いします。ご協力ありがとうございます。警部、やっぱりもうこの町にはいないと思いますよ。昨日の事件からもう半日も経つんですから、今頃遠くへ逃げてますよ。いや、奴は必ず近くにいる。俺の刑事の勘がそう言っている。なんだあんた、警察か？ ICPO の銭形と言います。あんたたちも聞いていきなよ。すみません、私たち勤務中でして。いいですな。警部、皆さんお楽しみのところをお邪魔してしまったようですね。何でも好きな曲言ってみな。
え？リクエストだよ。私宴会以外は苦手でして。そうだ、私のイメージにぴったりの曲をお願いできますか。あんたにぴったりか。変わった注文だな。できるか。聞いたことがあるようなないような。どこか懐かしい。まるで私のための旋律。いやいや、それはおこがましい。いや、しかしこの込み上げてくるものは。こんなにも勇気づけられたのは初めてです。いやー、いいものを聞かせてもらった。ありがとう。俺は警察嫌いだけどさ、あんたいいやつだな。警察にもいいやつはたくさんいるんですよ。私たちはこれで行くぞ。マイシマ。はい。大事なことを聞いてないんだよな。ルパン三世を見かけませんでしたか。いや、見てないな。ありがとうございます。もし見かけたら連絡をお願いします。行ったか。みたいだな。ねえ、あ？どわ！どうした、じいさん？いや、なんでもない。藤子、なんでここに？だって、昨日あなたが盗んだ宝石、どう考えても私の方が似合うでしょ。そりゃそうさ。すげえべっぴんさんだな。私にプレゼントしてよ。ダメ？わお、プレゼントしちゃおうかな。いや、おい、ほら、じいさん、何もらいましいことやってんだ。わしはな、じいさんはじいさんでも女にモテモテのじいさんなんじゃ。わかるか。見た目からは少しもわからねえよ。盗みで決着つけようって言ったのは藤子だろ。諦めな。あら、そんなこと言ったかしら。やだ、何するのよ。シージー、昼間から何やってんだ。違う違う、触ってない、触ってない。ねえ、ルパン。あ、うわ、しえ、ルパン。今ルパンって言わなかったか。そう、ショパン、ショパン。わしゃ音楽が好きでな、ショパンと呼ばれてるんじゃ。ああ、そうなんだ、びっくりさ。ルパンって言ったら世界的な泥棒だもんな。びっくりしたじゃねえか。助けて、ルパン。ルパン三世、宝石を渡してもらおうか。めちゃめちゃルパンって言ってるじゃないか。ああ、もう面倒増やしやがって。たく、俺はうまい飯を食いたいだけなんだ。ならさっさと宝石を渡して、飯でも何でも言ってきな。一体、何するのよ。さあ、渡してもらおうか。藤子なんてほっとけ。助けて、ルパン。わかった、ほらよ。おい、ルパン。藤子が人質じゃしょうがねえだろ。懲りない男だぜ。さあ、藤子を話してもらおうか。ルッパ、プレゼントは確かにいただいたわ。なの？ありがとう。ほら、言わんこっちゃない。藤子、そいつら仲間だったのか。あら、それが何か。もしもし、さっきの刑事さんか。今目の前にルパン三世と世間大輔がいるんだ。だからさっきの工事現場だよ。これ以上話をややこしくするなっつうの。そいつは俺の獲物だ。昨日の続きといこうか、藤子。
様の勝ちってことで。藤子、おぶねえだろうが。当たったら痛いんだぞ。まだ終わってないのよ。俺に銃を向けるとは覚悟はできてるんだろうな。もちろん本気よ。逮捕だ、ルペン。とっつぁん、シートばかり来るのが早すぎるんじゃないの。ケム、見て、藤子もいます。もう銭形、邪魔しないでよ。じゃぜ、何をする。今俺たちを狙いやがったぞ。もし狙ってたなら今頃あの世だ。少し離れてな、はい、そうだ、そこで最高の音楽を頼むぜ。スタートよ。すまぬ、地下鉄の行き先がわからぬゆえ走ってまいった。五右衛門らしいな、お行くしろ。よそ見してんじゃねえぞ。かたじけない。いい手の早。藤子、チェックメイトだ。この勝負は私の負けみたいね。はい。なんだ。おいおい、こんな簡単な手に引っかかるなんてらしくないわよ、ルパ。ちょっと待て、藤子、そいつは。待てと言われて待つほど素直な女じゃないの。じゃあね、ルパ。困った。
ったよ、藤子ちゃん。こんな簡単な手に引っかかるなんて、らしくないぜ、藤子。本物のネックレスはお前が来た時ここに隠したのさ。俺のポケットにそんな高価なものが。おい、ルパン。ああ逮捕だ、ルパン。とっつぁん、生きてたのか。お前を捕まえるまで俺は死ねん。とっつぁんも降りないね。それは最新式でお前専用の手錠だ。こんなの俺にとっちゃシャツのボタンも同じだぜ。おい待て、ルパン。邪魔して悪かったな、最高の演奏だったぜ。こいつはチップだ。おいおい、バーバのことは行くのか。ありがとうな、また来いよ。ルパン、そっちは行き止まりだぜ。ケム、こっちからは行けそうです。でかした。こんな手錠なんてな、手こずってるようだな、ルパン。その手錠はこの鍵がなければ、まあ腕を切り落としてもしない限り外れません。観念しろ。さあこっちに来い。おかげさまでありがとうございます。俺ルパン、さっさと歩くんだ。ケン、何ですかそれは。何って、なんだこれは。とっちゃん、あばよ。待て、ルパン。俺たちも連れたって承知。どう、来た。今度あったら必ず捕まえてやるからな。おっさん、俺様は世界一の大泥棒だ。いつだって受けて立つぜ。世界中からお集まりのルパンファンの皆さん、今日は楽しかったぜ。じゃあな。¡Suscríbete al canal!